どういう方がお集まりなのかよく存じませんけれども、まあ、一応公開ということでですね、イスラムの、まあ、専門家でない方が大半だと思いますので、イスラムの用語がですね、特にカタカナの用語がたくさんありますので、いきなり話をしてもですね、分かりにくいかと思いまして、とりあえず今日お話するテーマ、イスラム国際法とイスラム世界で現状というそのイスラム国際法ですね、それの基本的な概念といいますか、言葉を、ここに書き出しました。まあ、これをですね、一つのまとまったお話というよりも、むしろ、まあ、一つ一つのですね、この概念を説明するぐらいで、多分50分の時間終わってしまうような気がしますので、という形で説明させていただきたいというふうに思っております。最初にですね、非常に簡単に私のといいますか、技術なわけですけれども、イスラム国際法とイスラム世界の現状というですね、認識を、ご説明しておきますと、今イスラム世界と言われているものが、あるわけですけれども、そこではイスラム法と言われるものですね、イスラム国際法もその一部なわけですけれども、施行されておりません。これは もちろんですね、どんな宗教であるですね、あるいはイデオロギーであるですね、完全なものというのはですね、ないというのは、これはもう どれでもそうですね。例えば民主主義でもいいわけですけれどもね、日本が民主主義国家だというふうに一応は言われるわけですけれども、完全な民主主義かというと全然そうでもないわけですね。これは別に日本だけでなくてですね、アメリカでも、イギリスでもフランスでも同じ話で、そういう意味でですね、イスラムもそうじゃないかって、もちろんそうなんですけど、ただそういうことではないんですね。一応その完全な民主主義じゃないと言ってもですね、一応その民主主義であるかどうかというのはある程度の基準というのはあるわけですよね、多分ですね。日本は全然完全な民主主義ではありませんけど、そもそもですね、民主主義というものがね、どういうものかというところでですね、私はかなり皆さんとは考え方は違うんですけど、それでもですね、普通にある程度の言論の自由とかですね、あるいは政治の自由とかがある程度認められていて、選挙があってですね、選挙で政権が変わったりするというのを持って民主主義だといえばですね、一応日本は非常に完全だっても民主主義が進んだわけです。で、例えば北朝鮮とかですね、は、全然民主主義の国じゃないと、そういう意味ですね、あるいはサウジアラビアですね、これは民主主義の国ではないわけです、もともとですね。ですので、その意味で民主主義の国であるけれども、不完全であるということですね。それとそもそも民主主義であるとは違うわけですね。同じように、イスラム世界というのはですね、単にその理想とはかけ離れているという、そういう不完全なイスラム国家があるというのではなくてですね、そもそもイスラムではないんですね。ということです。ですので、全くイスラムとは関係のない体制が光るというのが大事になります。ですので、私が今日お話しするのは、基本的にはその、現在全く存在しないですね、イスラム国際法についてのお話を、するわけです。特にですね、このお話をするということを決めた時点では全然そういう話じゃなかったんですけども、つい最近ですね、アルジェリアで、日本人の犠牲になるような、そういう事件がありました。あれなんかもですね、イスラムに、関連付けられて説明することが多いわけですけども、それもですね、実は間違っている。間違っているというのは、あれはイスラムじゃないという方はですね、確かに正しある意味では正しいんですね。あれはイスラム本には乗っ取っていません。今日も説明する中でですね、それを聞いていただければ、それは分かるんですけども、そういうとですね、いかにもですね、グループがイスラムに反している行動をしているというふうに、取られる。確かにそうなんですけども、じゃあですね、アルジェリア政府が正しいのかというとですね、アルジェリア政府の方はもっとイスラムに反しているわけです。まだグループの方がまだマシだというぐらいの話ですね。相対的なものですので、イスラムに反するといった手はグループも反しているんですけれども、私はそういう方はあまりしません。なのはですね、別にグループじゃなくてですね、私自身も含めてですね、今あるイスラム教徒のやっていることは全てイスラムに反していますので、別にイスラムに反しているということは言うまでもないんですね。グループに限りません。ですので、というようなですね、いろいろと言いたいことはあるわけですけれども、まず、そういうことを言うためにですね、まずイスラム国際法の、基本的な構造について少しお話をいたします。で、基本イスラム法というですね、言葉を使います、という言葉を使いますけれども、シャリアという言葉、これもですね、一応覚えて帰ってください。シャリアという言葉ですね。これは
イスラム法と訳されることも結構多いです。ただし、その前の法というのはですね、もうちょっと普通のですね、我々が考える法律よりは少し広いんです。例えばですね、もともと法という言葉はですね、例えば仏教でもですね、法という言葉を使うわけですよね。仏法ってですね、仏法って言いますよね、仏法って言いますね。まあ、仏法というのは王法というのに対応するわけですけども、まあ、王法というのは王様の法律ですね。国家の法、王様といえば国家の法ではなくて、仏法の法はですね、この宗教の法という感じでですね、必ずしも法律っていう意味じゃなくて、もうちょっと広い意味で法という言葉を使います。まあ、その意味で、シャリアというのも、まあ、そういう意味での法なんですね。というのは、ね、ここであります。特にイスラムの文脈では、クルアーンと言われる、神の言葉ですね、神、アンラの言葉のクルアーンというものと、その神の預言者、モハンマドの、原稿、これがまとめられたものをハディースというんですけれども、その、クルアーンというですね、アンラの神の言葉と、神の人の言葉、ハディースの教えを、シャリアというんですけど、まあ、これを、広い意味でのですね、法という意味でイスラム法というふうに、まあ、考える。例えばですね、まあ、皆さんもよくご存知だと思いますけれども、イスラム教徒が礼拝をするとかですね、1日に5回礼拝をするとかですね、あるいは、お酒を飲まないとかですね、豚肉を食べないとかいうことですね、こういったことは、クルアーンとそのハディースに、書いてある。そこからですね、そういうイスラム教徒の行動規範になっているわけです。まあ、これもですね、シャリアとは、今、その法という言葉を法と言いましたけれども、2つの点において、我々の考える法とはだいぶ違っています。1つにはですね、我々の考える法というのはですね、法にかなっているか、あるいは法にかなわないか、どちらかなわけですね、どちらかなわけですね。で、法にかなわないとですね、犯罪になるわけですね、というふうな、そういうものですけれども、イスラム法は基本的にですね、もう少し広く考えまして、義務というのがあります。例えば礼拝をするという義務ですね。だからあるいはお酒を飲んでいない。こちらは禁止行為、ね、禁止な行為があるわけですけれども、義務じゃないけどもした方がいい行為とかですね、あるいは禁じられてはないんだけどもやらない方がいい行為とかですね、そういうものもあるんですね。例えば今私こういう服を着てるわけですけど、これは基本的にはイスラムとはほとんど関係がありません。ほとんど関係ありません。イスラム法の場合ですね、義務として課されているのは男性の場合はですね、アウラというんですけども、体を隠さないといけないってあります。これは別に何だ珍しい考え方ではないですね。日本でもそうですね、完全に裸で歩いてるとですね、男性でも女性でも日本でも犯罪になりますね。ですので あくまでもどの社会にもある、そういう服装コードの一つなんですけども、イスラムでは男性の場合は膝からですね、膝からおへそまでです。これを隠すというのがイスラム法の規定なんですね。ですので、それで隠してればいいんですけども、そんな格好して歩いてる人間はまずいませんね。イスラム社会ってですね、そんな格好してる人間はいません。だからそこから先はあくまでも慣習なんですけども、慣習としてですね、私はこういう格好してますけど、だからこれは別にイスラムと関係ないんですね、実はですね、関係がありません。ただし、した方がいいっていうレベルだとですね、まあ、私は今こういう帽子をかぶってますけど、帽子だけはパーマかぶり物ですね。かぶり物はした方がいいという見解が結構強いです。ですので、まあ、その意味ではある程度はイスラムとその帽子や関係があるんですね。あるいはひげですね。ひげもですね、これも義務ではないというのが通説ですけれども、特に顎ひげですね。顎ひげは伸ばした方がいいというふうに言われています。これもだから義務ではありません。しかし伸ばした方がいいって言ってですね、特にこうやって言って。掴めるぐらいですね、掴んでちょうどですね、ちょうど今私はそうなんですけども、これぐらいが一番いいんですね、というふうに、私はもう十数年ずっと伸ばし続けてるんですけど、これ以上伸びないんですね、これ以上伸びるとですね、単に抜けてしまうんでですね、別にこれで切ってるわけないんですけど、たまたまですけども、これぐらいに伸びるわけですけども、まあ、これもだから、ある程度は意味があるんですけども、そういうふうにですね、イスラム法というのは必ずしも、決まっている、これは義務であるか義務でないか、あるいは犯罪か犯罪でないかって私たちは決まっていませんので、どこまでがですね、イスラムにかなっているかというのもですね、その今言った、やるべきこともやった方がいいことも含めてですね、イスラムというのかどうかによって変わってくるわけです。まあ、というのが一つですね。それからもう一つは、イスラム法というのはあくまでもですね、法ですので悪いことをするとですね、罰があるんですけども、その罰があるというのはあくまでも来世の話です。来世で罰があるんですね。来世で罰があるという話ですので、現世では別に罰はない。
物によってはあるものもあるんです。物によってあるものもあるんですね。例えばお酒を飲んだ場合には道打ちの刑、これはクランにはありません。クランにはないんですけども、預言者ムハンマドもですね、その原稿録の中でですね、そういうふうに言われていてですね、例えばお酒を飲むと道打ちがあるというふうにこれは聞きされているわけですけど、例えばもっと有名だというかですね、お酒は今言ったように罰はあるんですけども、豚肉はないんですね。全く豚肉は禁じられています。これはもうはっきりクルワン代も禁じられているんですけども、それを食べたからといってですね、なんか罰があるかと、それはありません。現世では全く罰の規定はないんですね。しかしそれでも食べないんですね。食べない、それはあくまでもライスでこういうふうに禁じられていて罰せられるというふうに信じているから罰は守るわけですね。というふうにイスラム法というのはまずその、禁止かどうかというですね、そういう二項論理じゃなくてですね、もうちょっと広い、いわゆるですね、やっていいこと、があって、それから、やった方がいいこと、やらない方がいいこと、やるべきこと、やってはいけないことっていうですね、そういうぐらいの範囲があること、それから、来世によって、来世の罰によってですね、基本的に守られているということ、これが普通の法律とは違うわけです。ですので、むしろですね、イスラム世界ではですね、我々というかですね、西洋だとですね、法律を守る、法律で罰せられるから、そのことをやるとか、税金を払うとかですね、あるわけですね。しかし、イスラムだとですね、逆に先ほども言った通り、今のイスラム世界というのは、イスラムが守られてない世界ですので、むしろですね、イスラムを守ろうとするとですね、罰せられるということが結構あります。ですので、特に、ね、最近アラブの春というのが言われてですね、随分自由化されましたけども、例えばモスクに行ってですね、礼拝をするとですね、それだけで捕まってしまうとかですね、あるいはトルコのような国だと、これは捕まりはしませんけども、ヒジャブ、頭を隠しているとですね、隠しているとそれでクビになってしまうとか、会社がクビになるとかですね、あるいは大学とかですね、そういう役所がクビになるとかいうふうに、むしろそのことを行うことで、イスラムを守ることによって、国家からですね、むしろ罰されるにもかかわらず、それにもかかわらずですね、イスラムを実行しようとする、そういう人たちがいることによってですね、イスラムというのは支えられているんですね。ということがまずあります。で、その次、ウンマンという言葉ですけれども、これは共同体という意味です。共同体という意味なんですけれども、アラビア語はですね、英語と同じで、監視になる言葉です。監視ですね。定監視ね。ラッですね。なので、このウンマンという言葉、これは監視がつけていませんけど、監視をつけるとですね、これはイスラム教徒になり、もともとは普通のコミュニティの意味です。ですので、例えば言い方によってはですね、民族的にですね、日本人のウンマという言い方もできまして、あるいはキリスト教徒のウンマとかですね、そういう言い方もできるんですけれども、ただウンマというとですね、これは普通はイスラム教徒の教徒を指します。で、これは、イスラム教徒全体を指しますので、そこにはですね、例えば日本人であるとかですね、そういったことは関係がありません。イスラム教徒がどこにいてもですね、それはウンマの一員であるというですね、そういうものです。からカリフ制、これはアラビア語とヘラーファと言いますけども、これは英語でカリフというふうに言われるんですね、キャリフというふうに言われますけども、これはイスラム世界の その政治的な指導者です。これをカリフと言います。で、そのカリフという人間がいるその政治制度をカリフ制、ヘラーファというふうに言えるわけですね。でこれは、ただし、西洋のですね、政治の概念とはちょっと違っていまして、イスラムではですね、統治者が多いかどうかとかですね、そういうことはあまり重要ではありません。西洋の政治学というのはあくまでも、人間の支配というとですね、それを中心に考えますので、人間の数が多いとですね、一人の人間が支配すると王政になるとかですね、あるいは少数の人間が支配していると貴族制、あるいは下等制と言われると。で、民衆、たくさんの人間が支配するとデモクラシーというですね、そういうふうに人間の数によって政治の生態というものを分類するんですけど、いずれにはそれはあまり理由がないんですね。そうじゃなくてですね、あくまでも神の主権というか、神が人間を支配すると。で、それは具体的にはですね、神が直接にですね、現れてですね、話をしたりはしませんので、預言者というのを通じてですね、人間に語りかける。そしてその預言者も、もうイスラムの考え方だと、一番最後の預言者というのはですね、ムハンマドです。7世紀にですね、現れて、それが最後の名者であって、そこから先には新しい名者が出てきませんので、彼の残したですね、先ほど言ったクルアーンと、
彼の原稿力、彼自身の原稿力といったものの教えが、それに従うことがですね、神の支配であるということで、その、イスラム法と言われるですね、そのイスラム法が、効力を持つ、それに従うということ、これが基本であって、といってもですね、あの法律だけでは、実際の人間社会は動きません。これはどんな法律でも同じですね。うん、ですので、その法律に従ってですね、行政を行う人間もいると、まあ、その行政の、一番対抗意にある人間がカリフであると、まあ、それがあのカリフ制と呼ばれるものです。ですから、あくまでもシャリアがですね、支配すると、施行される、そういう制裁が、カリフ制だと。その次に、ダール・イスラムという概念がありますけども、これは、ダールというのは家です。家ですね。で、イスラムはイスラムですね。イスラムの家と呼ばれるもの。家といってもですね、これダールというのは、日本でいうとマンションとかですね、そういう集合住宅、そういったものなんですね。ですので、一軒の家というよりは、むしろですね、イスラム教徒がたくさん住んでいる、そういうイスラム教徒の住む居住区のことをダール・イスラムというんですけども、でこれがですね、シャリーアの支配する単一の法治空間というのを書きましたけれども、そのダール・イスラムの定義をですね、先ほど言ったそのカリフ制の話の中でですね、イスラム法が、施行されている、イスラム法によって、収められている、そういう空間であると。これ単一ですから、その間に、そこに、その、中でもですね、自由に人間が動けるわけですね。というのが、単一のと言っている意味です。それがダールイスラムです。でそのダールイスラムの外にある空間がダールハルブっていうんですね。これが文字通りにはハルブは戦争ですので戦争の家というふうに言いますけれども、むしろですね、庭的には無法地帯というそういうニュアンスになるかと思います。イスラム世界でですね、その交戦をしているわけですけれども、当然イスラムの自己理解から言うとですね、イスラム世界というのは正しいですね、神の方によって治められているところですから、これは正しい世界なんですね。で、その正しい世界の外にあるわけですが、正しくないわけですね、正しくないわけです。ですので、これはただ正しくないだけじゃなくて、そのイスラム世界ですね、その世界に正義を広めようとするですね、イスラム世界に対立する、戦争する、そういう不法なですね、交戦状態で、そういう無法な事態であると。ですので、いきなりですね、無法地帯と言われてもですね、何をやりたいのかと思うかもしれませんけれども、要するにイスラム の, その考え方だと、人間が人間を支配するというのはですね、許されないというのがイスラムの考え方の基本なんですね。つまり神だけが、アルラーだけがですね、人間を支配する、そういう権利がある、人間に対してですね、命令することができるのは神だけであるという考え方ですので、人間が人間に対して命令をするのは、それが少数であろうと多数であろうと全て許されないことなんですね。ですから、民主主義である何であれですね、人間が人間を支配する政策というのは全て不正なものです。ですので、人間が決めた法というのは全てですね、不正な法、実は正しい法ではなくて、法の形をとっていてもですね、弱肉強食の、ジャングルの規定というかですね、そういうものであると、そもそも不正なものなんであるという、そういう理解なので、それが、そういう空間がダール・ハルブになるわけです。そして、ズンマっていうのは、これズンマになってますけど、ズンマですね、ズンマ。カタカナであります、書いてますね。ズンマですけども、これを庇護契約というふうに訳しています。ズンマって言いますね。これは異教徒に対してですね、そのダール・イスラムというイスラム教徒の住む世界の中の異教徒に対して与えられるものです。でこれも2種類あってですね、その次にあのアマーという言葉とですね、次になってるんですけども、ズンマというのは、永住権もある、しかも、永代居住権というふうに訳してみましたけれども、これは一旦結ばれるとですね、子子孫孫まで有効です。子子孫孫まで有効です。でこれはイスラム教徒の側からは破棄することができません。このズンマを得た方ですね、異教徒の側から破棄することができるんですね、別にいいんですけれども、イスラム教徒の方はですね、言い上がってもずっとですね、子子孫孫まで永住を認められていけません。そういうものとしてズンマがあるんですけれども、これはダールイスラムの異教徒への永代居住権というふうにですね、書いてあります。でこれはそのアマーンって、アマーンはですね、それに対して、これは今我々がですね、我々、
が例えばの、旅行に行くときにですね、ビザを取りますね、そういう、そういうものです、そういうものですね。これはあの一応イスラム法だと1年以内です、1年以内です。1年以内のその居住、短期的な居住権、これがあのアマンというものです。で、まあ、ですからイスラムのその、ザルイスラムの中には、そのジンマの契約を結んでですね、子孫の生まれずっといる、そういう永住しているですね、教徒と、それから、一時的にですね、ビザのような形で、滞在しているですね、旅行者が両方いると。まあ、そういう意味で、あのザルイスラムというのは決してイスラム教徒だけの世界ではないわけです。で、その次にザカーというのはですね、これはあの、なぜここでこういう話をしているのかというと、その次に出てくるジズヤですね。順番としてはその次のジズヤとそのハラージ、こちらの方も先に説明しますけれども、異教徒への税、ジズヤというのは、あの人道税とかいうふうにですね、訳されることもありますけれども、要するに税金です。税金を払う。このジンマというのは、あの先ほどのジンマですね、被告契約というのは、これはあの税金を払うこととの見返りに与えられるものです。これはですね、あのまあ今回の、まあ、あのお話は、イスラム国際法ですので、まあそもそもですね、イスラム世界というのがあって、それからですね、その外の世界に対して、そのイスラムを広めていくと、先ほども言いました通り、イスラムの自己理解だと、イスラム法だけがですね、神の法であって、神だけがですね、人間に対して法を定めることができるという考え方だ、それを広めていくというのがイスラムの考え方ですので、でその時にですね、その外の世界、イスラムの外の世界と戦争になると。で、その時にですね、基本的には、そのイスラム、どういうふうに形で戦争が起きるかというと、これはあのまずですね、イスラムの説明をするというかですね、イスラムの、宗教としてのですね、イスラムに入信するかどうかというですね、イスラムを受け入れるかどうか、これをまず、提示します。これが最初に提示するんですね。で、これは、イスラムというのは、キリスト教とかと違ってですね、入信の儀礼というのは一切ありません。あるいはその入信をですね、決める期間というのもないんですね。例えば、キリスト教だとですね、まあ、カトリックだと神父さんですね、あるいはプロテスタントだと牧師さんのようなですね、そういう、教会に、というものがあって、そういう組織にですね、手続きを踏んで加入するというのがありますね。で、その手続きを踏まないと、あるいは、加入することを認める権限を持った人間によって認められないと、その教会に入れないわけです。イスラムということは一切ありません。ありませんので、ただですね、ライラハイナンラムハマドラスルラといえばですね、それであのイスラム教徒になります。という、まあ、非常に簡単なことなんですけども、まあ、それをですね、まず提示します。で、なればそれで、もうそれでその市民権というかですね、もう完全な市民ですので、何の戦争も起きないわけですね。で、2番目にですね、いやそれは認めませんよと、妊娠しませんと、というときにですね、税金を払うかどうかというですね、そういうあの、提示がされます。で、これがですね、これがジズヤです。ジズヤを払うのかどうか。で、ジズヤを払うというですね、払うという選択をしたら、これに対してですね、イスラムの側には拒否する権利はありません。拒否する権利はないんですね。ですので、税金を払われてしまうと戦争は起きません。戦争できないんですね。ですので、それがのジズヤという本です。で、これはですね、すごく安いんです。あまり言われてないことなんですけども、ジズヤは定率ではなくて定額です。定額なんですね。額が決まっています。で、年間ですね、富裕層、豊かな人間で1年間に4ディナールです。4ディナールというのは、ディナールというのは金なんですね。金で大体ですね、昔ですので、まあ、金は特に24金作りにくいんでですね、特に24金って柔らかいんで貨幣にならない。で、大体90% ぐらいでですね、22金ぐらいで作られてたんですけども、それで大体ですね、4グラムぐらい、4グラムちょっとっていうか 4.25 グラムなんですけども、ですので、純粋な24金にすると4グラム弱です。ですので、4ディナールというのは、それ1ディナールが4グラム弱ですので、16グラムぐらいですね、16グラムぐらい。まあ、15グラムぐらいですね。で、実は1グラムがいくらかというと、皆さんご存知ですか？金1グラム。
まあ、これもう一度毎日変動するんですけど、大体今だと5000円です。大体5000円なんです。大体1日が5000円ですので、7500円ですね。これが富裕な人間です。お金持ちで7500円、年間7500円の税金なんですね。すごく安いわけですね。これだけ払うと、転送はできないというか、でこれ以上はないんですね。で、中間層がその半分です。ですので、3750円ですね。で貧しい人がさらにその半分です。1685円かな。まあまあ、そんなもんですね。で、さらにですね、さらにそれよりも短く、それよりも貧しいと、そもそも免除されます。それから、そもそも女性は免除です。女性は最初から免除なんですね。老人も免除、子供も免除です。これ、成人男性だけです。成人男性だけで、豊かな人間で、これが、今言ったですね、1万5000円ぐらい。で、まあ、普通の人間だと7000円ぐらいで、貧しいと3000円ぐらい年間ですね。これだけ税金を払えば、それで、四死孫孫までですね、イスラム世界に、普通に住めるわけですね。でそこでは自分の宗教はそのまま、維持することができます。で、それもですね、それもだからそのわずかな税金もコマンダー国に初めて戦争になるわけなんですね。という話でして、でその次のハラージュ、これもですね、その次にスルフとウヌワがちょっと文字化けしてますけれども、スルフというのは和議というですね、今言ったようにですね、その戦争しないでですね、税金払いますよと、でそれで一応もう、その、イスラムの国に組み込まれて、そこで平和に生きていけるわけですけど、その時にですね、条件をつけますというのは、一応その、ダルミスラムというのはイスラム法が支配する場所なわけですけれども、イスラム法というのはですね、全ての、人間に同様に適用するわけではない、先ほども言いましたけども、イスラム法というのは法なわけですけれども、基本的に来世によるですね、来世に、神によってですね、その命令に、背けば、罰があるという、そういう信仰によって成り立っているわけです。ですので、例えばお酒を飲むとかですね、あるいは豚肉を食べないというのは、これはイスラム教徒は、別に誰かが監視されている場合じゃなくてですね、自分でその法に従って守っていくわけですので、教徒には全く意味がないわけですね。豚肉を食べるとかですね、どうでもいいわけですから、これに関しては基本的には、基本的には全然守らなくていいわけです。守らなくてもいいんですけれども、しかしその、集団で暮らしているときにですね、あるいは、服装規定もですね、さっきも言った通り、男性の場合は、膝からですね、おへそまで、女性の場合は、この手首から先と、顔ですね、顔以外は全部隠すんですけども、そういう規定があってですね、それ、異教徒の場合は、それは守らなくてもいいんですが、というのはですね、のが一応あるんですけども、その場合にですね、あるいはその、例えば教会とかですね、教会の鐘とかですね、あるいは十字架のようなシンボルとかですね、そういったものをどこまでですね、その、彼らが自分たちだけの時は全然問題ないんです。しかし、ムスリムの目に入るところでですね、どこまでそれが許されるのかっていうのは、これは交渉によって決まるんですね。交渉によって決まりますので、もともと平和にですね、戦争をせずにですね、税金を払うことを決めて、という時にはですね、交渉によってその条件を決めていくんですね。しかし、それをせずにですね、戦争によって負けてですね、降伏したときには、そういう交渉の余地がなくなりまして、そのときには、基本的には、イスラム教徒の言うところでは一切ですね、イスラムの教徒の守る法に、背くことをですね、見せることができなくなるんですね。見せることは禁じられます。ですので、教会も新しく建てることは禁じられますし、金の音をですね、響かせることも禁じられる。あるいは豚肉とかですね、お酒が、ムスリムの、買いに行くところにあることも禁じられます。というふうになるんですね。という、そういうことがですね、あるわけですけれども、ハラージュというのはですね、これはジズヤの方はですね、さっきも言った通り、和平でですね、和平をしますので、基本的には、その時にですね、もともと自分の持ってたものは全部、土地も含めてですね、自分のもの、所有権はそのまま移りません。しかし、
無条件になっての、戦争があった時にですね、基本的には、土地は全て国家のものになります。国家のものになってるんですね。国家のものになって、ムスリムの国家になるんだけれども、それをもともと持ってたんですね、京都に、貸し与える形になるんですね。ですので、それにかかる税金というのは、これが地租です。ですので、一旦ですね、国有化されるんですね。一旦国有化されます。ですので、それが、もともと住んでたですね、京都の人間が住んでた場合には、それに払われて地租がかけられますけれども、それをですね、その所有権、所有権というか、占有権ですね、占有権を、イスラム教徒に移した場合、お家があって、お家に住んでると。でそのあるいは土地があって、畑があって、それを耕していると。でそれを、自分が耕しているときに、京都がですね、京都の人が耕しているときに、そのうちの何割かを国家に納めるわけですけど、これをイスラム教徒に売ってしまうと。でその場合にはですね、今度はイスラム教徒が住むんですけども、これは変わりません。地層、払う字同じです。だからこれはもともと土地自身が、もうイスラムのものになってますので、それにかかる税金なんですね。これは京都かどうかに関係がありません。そういう話なんですけどもね。で、そのスルフ、スルフとウヌワ、ウヌワというのはその、軍事政府、今言ったですね、税金を払わないと言って、一旦拒否して戦った場合のに征服する場合のことをウヌワというふうに言うんですけども。で、そこまで言うとですね、その戦争の話をして、それがジハードですね。これは、イスラムの統治のための異教徒との戦争が、これがジハードというふうに言われます。これは、ですので、この定義からしてですね、イスラム教徒同士の戦いはジハードとは呼びません。ですので、今のシリアとかだとですね、ジハードかどうかというのはすごく微妙なところなんですね。今シリアではすごく内戦になってですね、もう、何万人も人が死んでますけども、基本的にはあれはイスラム教徒同士の戦いになるわけです。基本的にはですね。実際には先ほども言いましたけども、イスラムというのは、誰がイスラム教徒かというのを決める機会がないもんでですね、実は、こうやってこういう争いになるとですね、なかなか難しいわけです。本当に例えば、礼拝をしてない、イスラム教徒いくらいるんですね。で本当にそれがイスラム教徒なのかどうかということをですね、それは我々問わないんですけども、こういうことが起きるとですね、それが問題になってですね、特にイスラムのこの、熱心な人たちから見るとですね、そもそも今のアサド政権というか、彼らはイスラム教徒じゃないという話になったりするわけですけども、とにかくですね、イスラム教徒同士の戦いはジハードとは呼びません。イスラム、教徒の戦いはあくまでもジハードです。それから、2番目はですね、イスラムの統治のための戦争であると。イスラムのための戦争なんですね。ですと例えば、異教徒と戦ってもですね、それが異教徒のどっちもですね、奪うためであったり、あるいは財産を奪うためであったり、そういう理由であった場合には、これはジハードとは呼びません。という2つの理由、2つの理由ですね。イスラムのため、そして異教徒と戦うという、それが揃って初めてジハードというふうに呼ばれます。こういったものがですね、そのイスラム法、国際法の基本的な概念です。でこれは西暦とですね、大体もう7世紀ではですね、7世紀の終わりから8世紀ですね、イスラム という教えが始まるのは、もちろんこれもですね、イスラム教徒の自己理解からするとですね、イスラムはアダム以来の全ての預言者の宗教ですからという言い方もできるんですけど、とりあえずですね、預言者ムハンマドが今の形のイスラムを広めたという意味においてはですね、大体590年ぐらいからですね、610年ぐらいですね、要するに7世紀の初めにイスラムが始まるわけですけども、遅くともですね、遅くとも、8世紀ですね、8世紀の、初めの頃にはですね、もうイスラム国際法が出来上がっています。ですので、それがですね、でそれ以来ですね、現在に至るまでですね、イスラム国際法があるわけでして、そのイスラム国際法でですね、先ほども言いましたけれども、まず、戦争をするためには、そうですね、イスラム国際法、まずイスラムの中ですね、中では、今も言った通り、イスラム教徒だけじゃなくてですね、異教徒も共存しています。で、これは、先ほど言ったリンマとアマーンというですね、永住権と、永大居住権と、それから一時的なですね、一時的な安全保障によってですね、異教徒との関係が立派されます。それから、
そのダルイスラム とその外の世界との関係があるんですね。これがジハードという戦争があるわけですけども、それは先ほども言った通り、まず、イスラムに呼びかけるんですね。それも呼びかけるのはカリフですね。カリフとその代理人です。そのカリフとその代理人がだけがその、宣戦布告をする権利があって、それはまずイスラムに対する呼びかけがあって、でその次に、税金を払うかどうかですね、税金を払うかどうかという呼びかけがあって、それが、拒否されて初めて戦争になるという話ですけれども、それで戦争になった場合ですね、で、先ほどその税金の話でですね、イスラム の安全保障というのは、基本的にそのジズヤという税金に対してですね、税金を払うことによって与えられると言いましたけれども、しかしですね、実はその言い方も本当は正確ではなくて、貧しければですね、そもそも税金を払わなくてもいいわけですね。払わなくてもいいわけです。で、女性や子供には最初から課されませんという意味でですね、同じようにですね、戦争に関してもですね、戦争になったときにですね、イスラムは戦闘員と非戦闘員に区別をするわけですね。これは現在でもですね、一応ジュネーブ条約とかあってですね、その戦闘員と非戦闘員に区別とかいうのを言いますけれども、それより以前にですね、イスラムではもともとその、殺してもいい人間というかですね、それとそうでない人間と分かれています。で、その場合に、基本的には成人男性が戦闘員なんですね。成人男性が戦闘員です。で、女性、子供はもう無条件に排除されます。子供は、殺してはいけません。これはもう無条件ですね。それから女性ですね、女性も、戦闘に参加しない限りは、敵とは見なしません。それから老人ですね、老人もそうです。それから修道士というのが入ってまして、宗教家、要するに戦闘に参加しないですね、そういう人たち、この農民とかを含める場合もあります。しかし、基本的にはですね、成人男性は基本的には武装しているのが普通ですので、国民開閉が建前なんですね。成人男性は一応全員敵というふうに見なされます。しかし、そうでない人間ですね、女性とか子供は、それから免除されます。これが基本なわけですね。それで戦争になるわけですけども、それで、降伏した場合ですね、降伏した場合にどうするのか、というか戦争があってですね、降伏した場合に、降伏する前にですね、まず戦争ですから当然相手を殺してもいいわけですね。殺してもいいわけです。当然戦争ですから殺してもいいんですけども、捕虜にしても構いません。捕虜にしても構わないんですね。これもですね、昔の前の方だとですね、それ以前の方だと、例えばユダヤ教の立法なんかだとね、そもそも捕虜にすることもできないんですね。敵は全員殺さないといけないというのがありますので、それはイスラムでは解禁されます。これもですね、イスラム その歴史の中でちょっと揺れるんですけども、基本的には捕虜にすることは許されます。で、一旦捕虜にした後ですね、捕虜にした後どうするのかということで、これもですね、捕虜にした人間をどうするのか、これも、分かりまして、一気に分かりまして、先ほども言った通りですね、女性と子供、それから、老人、女性、子供、老人、それから修道士とかですね、そういう、本当に戦闘に参加してなかった人間というのは、これは捕虜にした後も殺害が禁じられますので、殺すことはできません。しかし、そうでない、成人男性の戦闘員に関しては、まず、処刑することもできます。処刑することもできますし、捕虜をですね、そのまま奴隷にしてしまうこともできます。昔奴隷がいましたので、奴隷にすることもできるんですね。それから、あるいは、身代金を取って釈放することができます。それから、イスラム教徒側の捕虜ですね、イスラム教徒側の捕虜と交換することができます。それから、何にもなく無条件に解放することもできます。そうですね、そういう、条件があるわけです。ですので、先ほどもですね、そのアルジェリアのケースなんかは話をしますと、そもそもですね、それがジハードなのかどうかというですね、そもそもその時点で怪しいわけですけれども、ただこれはですね、先ほども言った通りですね、そもそも、彼のグループだけじゃなくてですね、アルジェリアとかですね、そういう、アルジェリアに限らずですね、すべてのイスラム国家というのは、イスラム法に反していますので、そういう意味ではですね、ジハードはどこにもありません。どこにもありませんね。もうむしろ、ああいう国を倒す方にですね、ジハードが、
適用される方がまだしも、まあ、可能性としては、ね、解釈の余地はあるんですけども、まあ、そもそもですね、そこにもありませんから、当然ですね、彼らも自販になっていくということがまず言えます。なんですけども、まあまあ、仮にですね、それから自販だとした場合ですね、した場合であってもですね、まず、まずイスラミコードとかどうかですね、それをまず確認する必要がありますね。イスラミコードに限っては殺せませんので、それの後でですね、その後に、ですからこれも国籍とは無関係ですね。国籍とは無関係です。国籍とは関係がありませんから、あれもですね、まあ、報道自体からどこまで正確だったのか分かりませんけど、まずアルジェリア人も、まあ、釈放したというふうに書いてありましたけども、まあ、確かにアルジェリア人はほぼ 100% イスラエルことですから、まあ、これかなり一致はしてますけども、しかし、まあ、アルジェリア人かどうかじゃなくてですね、イスラエルことかどうかをまず確認すべきなんですね。で、イスラエルことの場合ですね、イスラエルことの場合に、まず、イスラムに入信するかどうかを確認しないといけません。なので、そこでですね、イスラム教徒になるというですね、そういう選択、これもまあ、ライラハイダラ、ムハマドラスルだと言えばそれでおしまいです。と言えばですね、それを言うかどうかを確認して、それを言わなければですね、初めてそこでですね、捕虜にするか処刑するかというですね、そういう話になるわけです。で、これは実際にですね、ユメイシャ・ムハマドラスルの時代にですね、戦争があってですね、その戦闘中にですね、戦闘中に、敵兵がですね、殺されそうになってですね、ライラハイダラ、マムドがするんだと言うんですね。それによってですね、その人間を殺すことができなくなります。そういうのがあるんでですね、もちろん戦闘中ではないわけですから、もっとそれが適用されないといけませんので、この前のアルジェリアのケースでもですね、まずそういう手続きがされてないと言うんで、そもそもイスラム問題を排しているからですね。で、まあ、その後で初めて、捕虜にするかどうかって話になって、まあまあ、だから今の時点でもう既に何段階もイスラム法と話しているんですけども、まあ、で仮にですね、そこまでのところが正しい手続きを踏んでたとした場合にですね、捕虜とした時には、それを、まず人質と交換するってですね、これもイスラムの自己理解からするとですね、でまあ、彼らが本当にイスラム主義の集団だとするとですね、彼らはイスラム法に基づく、国を作る。まあそのために戦っているんだって、それがイスラムに反している人たちによって捕虜になっているわけです。だから、その政権の論理、あるいは、まあ国際社会の論理でいうとですね、犯罪者で捕まっているというわけですけども、そうじゃなくてですね、彼らは捕虜なわけですから、これ同士を交換するというですね、そういう話。で、それは合法なわけですね。あるいはその身代金を取ることも合法です。というふうに、そこだけだからそこまでのところがですね、そもそもイスラムに乗っ取ってるかどうかという議論をせずに、そこだけ取ってみれば、ね、そこが合法なわけです。しかし、それまでのところがそもそも違っている。しかし、それまでのところが違っているという以前に、まず、今あるですね、国際秩序自体がイスラム法に反しているというですね、何十にも正しさとですね、間違っているというですね、それが、交代にですね、螺旋状になっていますので、どの部分を取ってもですね、正しいと言ってみても、間違っていると言ってみても不完全なんですね。というようなことがですね、イスラムの国際法全体を見ないといけないというのはそういうことであって、イスラム世界の現状というのもですね、そういう意味で全てがイスラムに反しています。例えばですね、これも、今、数日前にですね、ニュースになりましたけれども、マレーシアですね、マレーシアは、今日本から一番近いイスラムの国である、ムスリムの国であるんですけれども、でそこでですね、そのマレーシアにですね、カリマンタンという、カリマンタンですね、そこにですね、隣のフィリピンのですね、実はフィリピンにですね、スルタンというのがいてですね、まあ、スルタンというのは皆さんご存知かもしれませんけど、イスラムのその、まあ、将軍みたいなものですね、そういう称号なんですけども、そういう、まだそういうのが残ってですね、それの部下のですね、というか、部下というか、それの王子の一人なんですけども、その人間とその部下たちがですね、マレーシアの一部に立てこもって、そこで保護占領をしててですね、それをマレーシア警察が包囲して、今、にらみ合いをやっているところです。で、これもですね、すごく変な話だったので、本来であればですね、そもそもなぜ、イスラム教徒同士がですね、そもそも分かれていてですね、イスラム教徒とマレーシアというですね、同じイスラム教徒の国に住むのになぜ不法占領と言わないといけないのかっていう話なわけです。まあ、もっとひどい話になると、
今バングラデシュという国にですね、ロヒンギャという人たちがいるわけですけど、これはイスラム教徒なんですけれども、バングラあのいやいやごめんなさいバングラデシュだからミャンマーですミャンマーですミャンマーにもミャンマーの人たちは彼らはバングラデシュから来た、移民だというふうに言ってるんですね。ですからロヒンギャの人たちにはそもそも国籍すら与えていません。その意味ではですね、最悪 の、 民族問題です。他の国だとですね、少数民族が弾圧されているというのはあるんですけども、一応その少数民族がですね、その国の人間になることは認めていて弾圧してるんですね。ところがこれはロヒンギャに関してはですね、そもそも自分の国の人間になることすら認めないで弾圧してるというですね、最悪なんですけども、まあ、その人たちがですね、タイからですね、マレーシア、インドネシアというふうにですね、逃げてっていうかですね、難民として出て入っているという、まあ、それらがですね、廃棄してたのをですね、その外国人だという理由でですね、同じ同胞にもかかわらず、不法滞在者としてですね、追い出されたりですね、という、そういう目に遭っています。まあ、そういうことがですね、まあ、そもそも全てですね、イスラムに反するという、まあ、それは全て、最初に言ったですね、ウンマというですね、ムスリムは一つのウンマという、イスラム教徒は全て一つのウンマであって、それが、一つのですね、シャリアというものによって、収められている。でそこでは人間が自由に動けるというですね、そういう、ダルイスラムがあって、それを、カリフというものがまとめているというですね、そういうイスラムの生態がないことによってそういう事態が起きていると、まあ、そういうことになるわけです。でそろそろ時間ですかね。とあちょうど50分ですね。ですので、なんかあまりまとまりというのはありませんけども、これで一応私の話を終わらせていただきます。